してた表情ですけど、いつもよりはやや硬いかなっていう感じがありますね。そうですね、そんな感じでちょっと見受けられますね、はい、リズミカルに入場してまいりましたトム・ジョンソン。今日の、まあ、挑戦者ではないんですけれども、王座統一戦、ナジーム・ハメドのがどうしても若さ、それから、格から言ってもまだジョンソンのが上かという気もしますが、それを跳ね返すだけのハメドには勢いがあります。まあ、年齢差32歳と22歳ですからね、10歳の違いありますね。祈りを捧げましたトム・ジョンソン。あ、本当にその勢いというのはハメド、入場シーンも映し出されてますね。毎回あそこで鉄棒のようにくるっと回ってみせます。浜田さん、何かこうトム・ジョンソンの時よりも煽り方がこちらのが多くないですか、激しくないですか。本当にこれ人気の違いっていうんですかね、お客さんがそれを満たされてますからね、今炎が上がりました。これ室内でそういうことがいいんですかね。いや、消防法はやっぱり日本ではまずダメでしょうけれども、認められないですね、あは、これゴンドラですね。早くもヒートアップしているようです。乗りに乗っています、ナジーム・ハメド。まあ試合前にそういうことして疲れなければいいけどと思いますけどね。浜田さん、毎回それをおっしゃってますよね。だけど本当にね、これ疲れないんでしょうね、まあ、軽いアップの代わりなんでしょうかね。うん、あ、花火が打ち上がりました。クレーンといいましょうか、ゴンドラで降りてまいります。本式場のようでもありますが、そんな登場の仕方、ナジーム・ハメド、まあ、このボクサー自身もそうなんですが、魅力あふれる選手ですが、周りがこのようにショーアップしてくれて、なおこう拍車をかけているという部分ありますね。それはありますね。イギリスのボクシングはクリス・ユーバンク時代からですね、非常にこういった凝った演出をそのする傾向がありますね。またハメドにはこれはちょっとまあ、マッチしてるような感じがしますね。さあ、これからこのエプロンサイドから中にいつもですとくるっと一回転するんですが、してくれました。一度ひっくり返らないかなと思って前試合見てるんですけど、まだ割と着地はうまくいきますね、失敗したことありません。Boxing fans joining us around the world, it is showtime!WBO Featherweight Championship of the World, scheduled 12 rounds of boxing. Presenting to you the world champion on my left, fighting out of the red corner. Entering the ring, wearing black trunks with red trim, fighting out of Detroit, Michigan, by way of Evansville, Indiana, in the United States.He weighed in at 8 stone, 13 and a half pounds, or 125 and one half U.S. pounds. With a record of 44 wins, 2 losses, and 2 draws, he has 26 of his wins coming by way of knockout tonight, making the 12th defense of his title. Here he is, ladies and gentlemen, a true warrior of boxing, the IBF featherweight champion of the world, Tom.こちらが IBF チャンピオンです。トム・ジョンソンです。And his opponent across the ring, the world champion on my right, fighting out of the blue corner, entering the ring, wearing his leopard trunks, hailing from his hometown of Sheffield, England, and proudly representing his heritage of Yemen.His weight, 9 stone even, right at the limit of 126 U.S. pounds. He is undefeated in his campaign of the ring. 24 wins, no losses, 22 wins coming by way of knockout. Tonight, making the 5th defense of his title, here is one of boxing's young sensations, the colorful and explosive, undefeated WBO featherweight champion of the world, Prince.Nice.
ジー・マハメド。こちらが人気者 WBO 世界フェザー級チャンピオンナジーム・ハメドです。レフェリーはこれが74回目の世界戦になります。ルディ・バトル IBF WBO 世界フェザー級王座統一戦12回戦。さあ浜さん、改めてもう一度この直前に聞きます。このスタート何がポイントになりますか？スタートはまずハメドが出だしから自由自在の動きをできるかどうか、あの動きですよね、はい、それができるとなるとこの試合もハメドペースでいきそうですよね。そうですか。さあ、あのトリッキーなハメドの独特の動きがスタートから出てまいりますか、あるいはベテランのトム・ジョンソン、その辺を粉砕するか。まもなくゴングです。さあ試合が始まりました。 IBF WBO 世界フェザー級王座統一戦12回戦。まずは距離を詰めていきます。右を軽く出しながらかかっていきます。上体を振ります。ナジム・ハメド、身長はハメドが160センチ、一方のジョンソンが166センチ、6センチジョンソンが上回っています。右打ち下ろし、当たってはいません。かわしました。また右です。浜さん、いつものスタイルを貫くようですね。そうですね、体柔らかいですね。また右です。独特のこう右を出していきます。ぐっとあのジャンプする、おっと、また右から左、体飛びのような格好でかかっていきます。普通ジャンプして打つというのは危ないんですけどね、全部これで倒してますからね。小刻みな動き、相手のハメドの動きに合わせよう、いや合わせまいというトム・ジョンソン、自分の動きを守ります。右はヒットしていませんが左を返してきました。足飛び込んで打ってくるんですね。また来ました。左、いきなりの左です。あの踏み込みじゃなくて飛び込みですね。飛び込みですね、はい、右を出して、おーっとコラッパ、左が空を切った、右のアッパーが得意に感じますね。ノーガードです。だらっと下げます。いろいろなことをしてみせますナジーム・ハメド。この試合でベルトが統一されます。一人の選手にベルトは2本という形になりますが、フェザー級の王座統一戦、この動きを見るとハメドいつもの調子、調子良さそうですね。ここまではそう見えますね。おっと、左クを切った、ジョンソンのミルパンチ、このベテランボクサーが幻惑されるか。まあ、あのトム・ジョンソンとすればやらせてたまるかという状況はあるんですけど、やっぱ普段よりも相手がハメドということでちょっと硬いですね。あ、普段からちょっとあの固めのボクシングですけどもっと硬いですね。当然十分研究してきていると思いますが、こういったシーンはしょっちゅうです。ナジーム・ハメド、あれ首巻いてちょっと力入れたんですね。それでトム・ジョンソンちょっと頭に来たんですよね。互いに牽制し合います。ハメドの方も十分今日警戒しているようですね。当然ですから、まあデタラメというか、ええ、あのやりたい放題の動きじゃないですよね。じゃないですね。やっぱりあのトム・ジョンソンのパンチは認めてるんでしょうね。なるほど、はい、いや、ボディを打っていきました。今のパンチどうですか？まあ、またクリーンヒットではないんですけど、はい、調子はいいですね。やはりそのハメドの人気ですね、はい、でハメドが出ると興行が成り立つ、ましてこれ統一戦である、そのトム・ジョンソンにそれだけ出してもですね、これ興行成り立つということですね、さあ第2ラウンドです。 IBF WBO 世界フェザー級王座統一戦、あの小泉さん、このフェザー級においては統一戦というのはどうなんですか？まあ、今までそのあまり聞きませんよね、まあ、最近はこの WBO も入ってきましたからね、いろいろな形でこういったケースが各団体で増えてくると思いますが、右合わせました。しかしこれは身を引いています。ハメド、ジョンソンも速い動きをしようということがなんか感じ取れますよね。スピードに対してスピードがないと追いつけないですからね、そういう研究のところは見れますね。要所要所非常にクイックな動きを見せます。かつて
サルバドル・サンチェスとそのエウセビア・ペドロサですね、はい、統一戦の話一度あったんですよね、結局実現しませんでしたよね。プロになる前から独特の練習法を重ねてきましたナジーム・ハメド、そういった鍛錬があるからこういった動きができます。あのマネージャー兼トレーナーはブレンダン・イングルなんですけれど、はい、彼の自慢はこういうそのどうですか、よく言えばフレキシブルなんですね、非常に柔軟性のあるボクシング、悪きや変則的ですね、手を下げてその、まあ、くにゃくにゃしたボクシングですね、で体の柔軟性を非常に利用してですね、相手のパンチを外してはそのパンチを打つと、そういうボクシングしてるらしいですね。ハメドの出身ジムには第2第3のハメドがいると、予備軍が大勢いるという、はい、話です。ただこのボクシングはハメドだからできるんだと思うんですけど ね、天性のものもかなりあるでしょうね。そうかね、簡単は互いに左、わずかなこのスウェーで相手のパンチを見切ります。ハメド、あるいはトム・ジョンソン、避け方なんか見ても本当に、上体を90度ぐらい倒してですね、体操選手みたいな やり方です ね、 そうですね。このハメドはスウェーバックで、ね、よくパンチを見切るんですよね、だからそれは普通避けた、避ける限界のところあるんですけど、そこを超えて避けてますからね。前ですね、スウェーバック体反らすディフェンスなんですけど、はい、3回やったんですね、相手のパンチを、はい、で後ろひっくり返ったことありましたねもうだからそういう意味でコミカルなところもあるんですね。左を持っていきましたが、これはブロック、頭が当たったか、左のクロスは入っていません。この右、あ、いいあ、飛び込みは早いですね、はい、そして飛び込んでどんなパンチでも打つんですね、これただ見てたんじゃこの流れ、このボクシングというのは変わらないですから、あ、何か選んでいかんです ね、 そうですね。さあ第3ラウンドです。今日も1ラウンド2ラウンド、まあ言ったらアクロバチックな戦法戦いぶりを見せていますナジーム・ハメド、まだそれでもいつものハメドよりは少しこう様子見があるかなという感じもします。まあやっぱりジョンソンのボクシング、それをパンチ力を認めてるっていうことですよね。おお、ジョンソンのボディを打ってきました。今のパンチも右から左の返しも強かったですね、はい、俺もパンチがあるんだぞっていうのをちょっと見せつけるようなちょっと力込めた強振ですよね、左シャープなジャブを入れてきますジョンソンです。上体、首を動かします。ガードを下げています。ガードを下げてそして開くときもあります。このナジム・ハメド全くガードがないときもあります。それと打つ瞬間で全部顎を上げてるんですね、かなりジョンソンの動き細かくなってきましたね。まあそれはいいことなんですけど、ハメドの方が細かくフェイントかけてるんですよね。まあ、行くぞ行くぞって言ってプレッシャーかけてますからね、はいはい、そうすると浜田さん、はい、なんとなくハメドペースになってる立ち上がりと言ってもいいですか。まあそういうことを言えますね、今のは両者当たっていません。まあ、それとジョンソンは、まあ、対抗している 立場なんですね、ハメドの細かい動きに対して細かくしているという、まあ、どっちかというと対抗してますけど後手後手ですね、合わせてるわけですね、はい、右から左、インサイドからジョンソンを向かします。押し上げます左のクロス、ハメド打ってますね、上から下から斜めから、この避け方いい避けじゃないですよ、これは、スウェーのままパンチを出してきます。これはリングサイドも巻き上がるわけです。大声援が巻き上がっています、ロンドンアリーナ。こんなボクシングあったのかと思うようなボクシングですね。インサイドからストレート、左からのと完全にハメのペースになりました。レープロープを背負いました。ちょっと打たれましたね、トム・ジョンソン。バランスを振ります、ジョンソン。聞いたんですよ、右のフィックが効きましたね。ジョンソンがロープを背負っています。左から右、右の
突き上げるような大きなアッパー。あのアッパーはよく当たるんですよね。おお、水原さん、ダウンですよ。あれグローブついてます。今つきましたね、はい、一番心配なところですよね、ノーガードで。しかしダウンは取っていません。ゴングとゴングも鳴っています。ちょっと前だったと思いますけどね。なんか川島ピニャロサ戦のその2ラウンド目のあれみたいな感じですね。今ただレフリーがこれはダウン取りませんでしたよね。あと気がつかなかったんでしょうか。ついたようにも見えましたが、まあレフリーはそう見なさなかったんでしょう。ただ聞きましたよ、この辺りの攻撃はもうハメドの真骨頂。よくしのいでいますジョンソン。この辺のパンチも体がしなってますからね。だからパンチが結構効いてますよね。これですね。これで左の、ね、腕がグローブが映らなかったですね。端末についたように見えましたが、3ラウンド目はポイントとしてはですね、あれをダウンに取らないっていう前提で、はい、そのレフリーのまあ判断指示してですね、10対9ですね。ハメドですね。WBO のチャンピオンハメドペースで試合が進んでいます。 IBF WBO 世界フェザー級王座統一戦。おお、またいきなり左です。これが効果的です。普通右来るのかなと思いながら左ですね。あーと下をしてしまいました。の形になっていますが、これはさすがに分けます。あのスタイルでいきなりの右もありますし左もありますし、そうなんです。そしてその打つ角度が下からか上からか横からか分からないですよね。そうなんですよね。変幻自在です。やりながら腹立ちながらでも相手は強いというのがハメドです ね。ベテランのジョンソンがちょっと相手のペースにはまってしまったようです。まあジョンソンとすれば今の表情なんか見るとカッカ来てますよ。来てますね。来てますけどやっぱりハメドやりたい放題ですね。これをさせてはいけないわけですよね、ジョンソンがね。させるということはハメドのペースということになってるわけですね。そのやり方を今まで誰かも止めきれなかったですからね。右のカウンターが入ってると思います。ハメド右のフックいいですね。大きなパンチの他に小さなパンチも出せるんですね。距離も自在ですね。ショートも打ちます。長距離も打ちます。時々あのバックハンドって言ってグローブの背で打ったりですね、肘を使ったりもしますね。今ハメド顎に当たりました。頭です。ハメド右の打ち下ろしは空振りです。全く型が一定していません。型がないのがこの人の型です。ナジームハメド。トム・ジョンソンもっと手を出した方がいいですね。ちょっと姿勢に回ってますね。手出さないもんだから余計調子に乗ってハメドがペース取ってますね。主導権取ってます、ハメドの手数がちょっとこのラウンド減りました。相手の動きを完全に見ています。第4ラウンド今なんか右フック空振りして肘をこすらせるような打ち方ですね。今右合わせようとしたんですが届きませんでした。ハメドこれはジョンソンがプレッシャーかけてるんですか。様子を見てるという感じでしょうか。プレッシャーかけようとしてるんですけど距離ができるとですね、ハメドがですね先にパンチ当ててくるんですね。読み合いというような感じでしょうか。この距離読み合いよりも、ジョンソンの方はまだ余裕はないですよ。カクカクながら相手ペースですね。本当に人気あるらしいですね、でハメドファンクラブっていうのがですね1万人いるらしいんですよ。はあ、まあ世界チャンピオンではありますけどどっちかというとアイドル的な人気もあるんじゃないですかね。おそらくそうでしょうね。会場いっぱいになりました。1万2000人のキャパシティ、それがいっぱいになっています。それからあの小泉さん、このチケットも買い求められないお客さんがかなり外にいるという話もね、はい、伝わっています。まあ、それだけそのハメドっていうのはですね、まあ、イングランドでその人気があるんですね。で、まあ、この試合もそのアメリカにも放映されてますので、ね、はい、まあ、世界の
そのスターになろうとする段階ですね。左目一杯伸ばしました。軽く当たっただけ、あまり効果はありませんが、今お客さんが手を打ち、それから足踏みだらしての応援です。何かこう突破口を作りたいトム・ジョンソン。非常に変則的なボクシングなんですけどね、ベテランのボクサーファイターです、トム・ジョンソン。ブレンダー・イングルトレーナー兼マネージャーですね。その、まあ、こういうボクシングさせる原点というのはやはりムハメド・アリにあったらしいですね。でもアリもですね、両手を下げて、で噛んで避ける、パンチを見切りで避ける、そういうボクシングしましたよね。ハメドの場合はパンチがありますからね、はい、あちょっと今バックハンド気味じゃないでしょうか。よくバックハンドやりますね、ハメド。まあ、フリッカージャブのようにポンって持っていきましたけども、今甲が当たっているような感じがします。まああの辺も、まあ、彼一流の作戦のうちなんでしょうけども、ああいったことでもうペース掴んでしまうんですよね。そしてあの相手を怒らせるんですね、この選手は。と合わせました、ハメドです。ジョンソンのパンチは当たっていません。あ、スティーブ・コリンズですね。試合を終えたばかりですが、スティーブ・コリンズやってまいりました。リングサイド飛び込んで左ダブル。飛び込むところなんとか一緒に打てないかなと思いますけど、早いんですね、ハメドの飛び込み方。飛び込んだ瞬間のもう顎上がりっぱなしですからね、もう姿勢としては非常に危ない姿勢で入ってきてるわけですよね。そんなあれは教科書にはないんですよ、それにジョンソンが合わせることができないということはやっぱり早いということですね。合わせづらいということなんでしょう。ちょっとエキサイトします、ブーイングが湧き上がります。今度は左から入りました、30秒ですね、飛び込みっていうのは。まあハメドはこの前にメディナも倒しています。速さでは折り紙付き、こう数々のパンチを出されてはジョンソンの方もうかつに入っていけないっていうのもありましょうしね、長い距離も打ってきます。確かにそうなんですけど、何かやらんと、この流れ変わらないですね。距離から相手がジャンプして飛び込んでくるんですね、そのパンチを結構食ってますね。続いて第6ラウンドです。伸ばしました。王座統一戦、ハメドは自分が今持っている WBO のタイトルはここまで4度防衛しています。一方のトム・ジョンソンは IBF のタイトル11度防衛しています。どちらかがこの防衛回数を伸ばしていけるわけです。ハメドっていうのは小さいんですよ、160センチですね。あの、まあ、そのトム・ジョンソンはあのこの前タツエス選手があの、まあ、前哨戦やった時にですね、前座出てましたから見ましたよね。ジョンソンも大きくないんですけれど、それよりまだ小さいですからね。ジョンソンの方が先ほども言いましたが166センチです。ただ足腰のバネっていうのがありますね、このハメドには。他のスポーツやらせても、まあ、うまくこなすんでしょうね。まあ器用でしょうね。でしょうね。あ、これはバックハンドでしょう。第6ラウンドちょうど半ばです。左がムチのようにしなって入っていきますハメド。まあハメド今オーソドックス右構えに構えて、今あの当たり打てるとですね、いいんですけどね。
今いい感じで入りました。いい感じですよ。ハメドのダウンを奪われた時ありましたね。プロ入り始めたのアリセア戦でしたっけ。そうなんです。ああいったパターンですね。いやー、あ、気持ちよいです。ハメド出ていきました。さあジョンソンはどう打ち込んでいきますか。一応距離を取ります。あ、ハメドのカウンターがあるんで思いついてないんですね。今来ましたよ。さあ大きなチャンスが訪れそうです。トム・ジョンソン、かわしただけです。しかし回復のさせ方うまいですね。引いた瞬間に受けて立つようなカウンターを打つ表情を見せただけでトム・ジョンソンいけないわけですね。そのほんの数秒ですけどその間に回復しましたから、また突っかかっていきました。結構トム・ジョンソンの右が当たってますね。はい、ハメドもだいぶテーブル返していますこのラウンド。ゴングです。さあ第7ラウンドです。まあジョンソン左右に動いてますよね、フットワーク使って。ところがハメドの場合はですね、右構えでも左構えでも戦えますね。だから翼広げてるようなもんです。なるほど。だから右フックでも相手を止められることができるし、左フックでも相手を止められることができますから、一種の広角打法ですよね。さあジョンソンはどう出ていきますか。7ラウンド目、右打ち下ろし当たってはいません。1950年代にイエメンからイギリスシェフィールドに移住してきましたハメド家。そこに生まれました9人兄弟のうちの1人です、ナジーム・ハメド。アラブのプリンスナジーム・ハメド、ここまで快進撃。24戦全勝 22KO、 25戦目にして統一戦です。しかも相手はこのベテラントム・ジョンソン相手。まだ防衛を続けているこのジョンソン、10歳の子だけ防衛しているトム・ジョンソンですけど大苦戦ですね。やっぱりですね、やはり過去これだけの変則選手と当たったことないでしょうからね。まあそれは誰もないでしょうね。そしてやっぱりハメドの試合の運び方のうまさもあるんじゃないですか。若くてこの運び、老快さというんでしょうかね、試合運びというのはさすがですね。だからこれだけ、勢いがついてると思いますけどね。そうでしょうね。まあ、アマチュアのキャリアもありますし、子供の時からやってますから ね、まあ、勝負におけるキャリアというのはかなりのものがやはり年齢じゃなくてあるわけですね、多分ね。そう思います。まあ、日本のジムでですね、日本人選手がこんなボクシングしてたらトレーナーに張り倒されますよね。打った時に顎は上がる、手は下がってる。逆にハメドはオーソドックスなガチガチのスタイルができるんでしょうかね。まあそういうボクシングもできると思いますね。しようと思えばあえてボクシング崩してこのスタイルで戦ってるんだ。左で来ましたね。ぐらついた。ジョンソンぐらつきました。左ですね、おそらくね。左フックです。さあハメド、左フックの短いので肘も当たりそうなところまでいい角度でしたよ。さあ進めていきます。先ほどの返し、右当たった。相手の裏に回り込もうというハメド。まだ時間あります。25秒。すり足でジョンソン出ていきます。あ、右が当たって今度は左、効いてますね。左のストレート。あ、ジョンソン最大のピンチですね。苦しいですね。おっと左左持っていきました。あ、効いてますね。あ、ジョンソン動けません。ジョンソン動けない。防戦一方です。右のストレート、ここでゴング、ゴングに救われました。ちょうど自コーナーでした。自分の陣営でした。トム・ジョンソン崩れ落ちるように椅子に座り込んでいます。ジョンソン危ないですね。座り込みました。今のラウンドは10対8ですね。もうダウンに近いダメージを与えてますね。そうですか。これは今 IBF のチャンピオントム・ジョンソン苦しいラウンドでした。この左が効いたんですね。引きが足にもろに来ました。直に来ています。右アッパーですね、飛び込んで右アッパーが必殺の武器ですね。
サウスポーの右アッパーっていうのは避けにくいんですね。まあオーソドックススタイルの選手の右アッパーの、その、あの左アッパーの顎の突き上げっていうのも避けにくいんですけどね。さあ素晴らしいラウンドを作りました。ナジーム・ハメド第8ラウンドです。ジョンソンの回復具合はどうでしょうか。右から左サウスポースタイルから右のストレートを繰り出していきます。今度は左、まあ、肘当たりましたね。一度だよ、左取った。ハメド左を持っていきましたが、それほど効果はなかったか。ミラッパーです。ああ、パンチが入るようになりました。避けきれないんでしょうか。ジャンソン、ちょっとぐらつきます。ああ、ちょっとパンチを出した後、ぐらつきますね。効いてるんですね。ああ、効いてますね。さあ、ハメドチャンスです。オンランドチャンス、ワンツー。ああ、いいワンツーですね。珍しくいいワンツー出しましたね。サイドから。右を伸ばします。いいところ。笑ってるように感じます、ハメド。いつも妙なアングル、あ、角度、アングルばっかりから出すんですけどね。今のワンツーはその、まっすぐスポンと入りましたね。左のパンチで相手のパンチを弾きます。インサイド、ストレートが入りました。動きがだいぶ落ちています、トム・ジョンソン。苦しいラウンドが続いています。2つのベルトがかかっています。IBF と WBO、統一戦。今の勢いですとハメド、2つのベルトに近づいたか。8ラウンドちょうど半ばです。まだまだ見ていきます。ミラッパー、怖いですね。すごい返しです。飛び込みラッパーを持ちます。カウンターを狙います。チャンピオンジョンソン、あー、そうだか、ぐらつきました。ミルスラフォロッティング、左を返します。ハメド、だいぶ切りましたね。これ相当アグラすぎる。みんなで来てますね。バトルが近づいてきました。レフリーが近づいてきている。ミラッパーから何とかしたいところですけど、ダメージ相当残ってます。大声援です。ハメドを後押しします。おっと、カウンターになりました。入ってくるところ右がヒットしました。アッパーのカウンター珍しいですね。ものの見事に入りました。ああ、試合終了です。ルディバトルが試合を止めました。ついに統一です。ナジーム・ハメド、親父さんが駆け寄りましたね。破竹の勢いは続いています。 IBF、WBO 世界フェザー級王座統一戦、日本のベルトを手に入れたのはこの大観衆の目の前でナジーム・ハメドでした。いやー、浜田さん、アッパーのカウンターです。アッパーの、ちょうどですね、ジョンソンが沈む、避けようとしたところを下から突き上げましたからね。これは効きますね。今のは誰でもダウンするでしょう、今のパンチは。批判もありましたが、浜田さん。批判もありましたけど、誰が止めるんだろうと思ってはいますけど、止めきれないまま暴走中ですね、今。暴走中、本当にそんな感じですね。見えてるようですね。しかし、この動きでここまで行きますと、これもやはり実力、いや本当のこれは本当の力でしょうね。どうなんでしょうかね。得ないところなんですね。実際倒してるわけですからね。実際この実績のあるジョンソンを本当に脳震盪を起こしてますからね。